お世話になります、ひとりでございます。また新たな配布情報が出てきましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回はなんと受け取り期間4月12日までというほぼ1日限定の配布ですので、とにかく皆さん急いでやりましょう。で、なんでこの配布が行われるかというと、どうやらポケモンプレイヤーズカップ3という多分大会の配信があったからだと思います。まあそんなんどうでもいいだろうハゲ野郎と思ってると思いますが、まあとりあえず受け取っていきましょう。受け取り方は不思議な贈り物から、不思議な贈り物を受け取ると、それでシリアルコードで受け取るですね。はい、でシリアルコードにつきましては、 DREAMB1GPC3 ということで Dream Big33っていう感じですね。まあこれはまあドリームボールで大きなポケモンの大会ってことかな、多分。そのビッグってのはちょっとよくわかんないけど、まあいいや。とりあえず受け取っていきましょう。はい、来ましたね。ちゃんとありがたいよ、こういうのちゃんと。はい、ドリームボールプレゼントということでいただきましょい。はい、夢が落ちてきますよ。夢が落ちるというね、ちょっとあんまり良くないですけど、まあ光ってるから夢は叶うってことなんでしょうか。まあドリームボール1個ですねを受け取りましたということで、1個だけですが、まあね、これは普通にいいでしょう。まあまさに夢のようなプレゼントってことですね。ドリームボールですから。でも結局私こういうおしゃぼあっても全然もったいなくて使わなくて、いつ使えばいいか分かんなくて残っちゃうパターンですけどね、私はね。皆さんもそういう人いるんじゃないでしょうか。でも先ほども言いましたが、とにかく1日限定なのですぐ受け取りましょう。夢のためには今すぐ努力しなきゃいけないっていうことと似ていますね。まあ、今回ねたった1個だけですが、このシリアルコード入力をねみんなより早くやったからといって、みんなの分を総取り無理ですからね。テロリストじゃないほら